ナマステ。あ、赤手紙通り。昨日はありがとう。いやいや、ひびきちゃん、大したことじゃないよ。あのね、俺、シン。赤手紙通り優しいんだね。すんごいいい人だよ、赤手紙通りって。私と翔吾が仲直りできたのは赤手紙通りのおかげだよ。まあまあ。それでね、私と翔吾豪華客船乗るんだよ。ディナーナイトクルージングだよ。外国の映画の夢物語だよ。でも堅実なんだよ。よかったね。うん、フランス料理食べるんだ。デザートもあるんだって。違うよ、赤手紙通りのために取っておくんだよ。残り物じゃないよ。じゃあもし何か良さそうなものあったら頼むよ。じゃ、近所に住んでたんだ。マジね、響き。あれ、ひょっとして今私ってちょっと邪魔？昔、すごいちっちゃかった頃。引っ越ししてね、かなちゃんに会ってね、仲良しになったんだ。でも、私はまだ引っ越ししたからね。うん。それで、かなちゃんとは会わなくなっちゃった。手紙ぐらいは書いたかな。
マジ？嘘だよ。作ってるでしょ、この話って。いや、ほんとほんと。じゃあ、ゾウってかなり賢いじゃん。人間と対等に勝負できるわけだから。まあね、むしろゾウの方がトータル能力は勝ってるかもね。人間はその間何もできずに眺めているしかないんだから。本当に仲間を連れて復讐に来るの？だってさ、どういう風に仲間に伝えるのかな。おい、みんなついてこいよ。すげえムカつく人間がいるからよ。ちょっと締めに行かね。奴らの家2、3軒潰してみようぜ。悪い人間をやっつけに行くよ。気持ち悪い。皆さん、まったね。バイバーイ。あ、響と翔吾もバーイ。ショーゴ、ショーゴ、カナちゃんと仲いいんだね。すごいいいみたいだね。どんな関係？ショーゴとカナちゃんってどんな関係？付き合ってたの？そうなんだ。私やだ！やだ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 ！絶対やだ！私はもうお下がりはやだよ！またお下がりなんてやだよ！私はもうあの子のお下がりなんて真っ昼なんだよ！私
ごめんね。ごめんね。ごめんね、正吾。
ショウゴ、怒ってるんだね。ごめんね。あのね、私、やっぱりごめんしか知らないから。一生懸命考えたよ。でも、やっぱりどうやって伝えたらいいのか、そのやり方が私にはわからないよ。ショウゴが走っていっちゃったでしょ。あの時ね、私は何が何だか分かんなくなっちゃったよ。すごい、なんていうか、すごいドカドカしたよ。体がブルブル震えたよ。どうしてか分からなかったよ。だから一生懸命考えようとしたよ。何かが私をバーンってぶったから、すごい痛かった。悲しかった。真っ暗だった。でもそれはきっと私の気持ちじゃなくて正吾の気持ちなんだと思う。そうでしょう。正吾の気持ちが私を刺すから息ができなくなる。苦しいんだ。正吾をこんなにさせて私はめちゃくちゃ最悪だって思った。恥ずかしいって思った。正吾に会いたいのに会うのが怖くなった。何度も正吾の部屋の窓を見上げに行ったよ。メールも何度も打ったけど、どうしても送れなかったよ。正吾にもう嫌いだって言われるのが怖くて、もう会ってくれないかもって、会ったら嫌な顔されちゃうかもって。今日も会ってくれなかったらどうしようって、ずっと不安だった。昨日携帯した時心臓がねじれたかと思ったよ。ごめんね。それにありがとう。ごめんね、私ってバカで。